ボフニャは南ポーランドのラバ川沿いにある人口が約3万人の町である。ボフニャは東のタルヌフと西の県都であるクラクフの約中間に位置する。ボフニャには1248年頃に建設されたヨーロッパで最も古い岩塩港がある。1999年の地方行政区画再編によりボフニャはマオポルスカ県ボフニャ軍の軍都となっている。 1999年以前はタルヌフ県の一部であった。ボフニャは小ポーランドの最も古い都市の一つである。ボフニャが初めて資料に出てくるのは1198年の手紙である。その手紙はラテンエルサレム総大司教であるヘマリス・モニカスが地元の有力者ミコラ・グリフタによるミエフフの聖墳墓,墓の僧員への寄付を確かめたという内容である。 1248年の大きな岩塩の鉱脈の発見は、ボフニャをボレスワフ5世による1253年2月27日の都市特権の認定へと導いた。地下協会、ボフニャ岩塩鉱はヨーロッパで最も古く、世界でも最も古いものの一つである。岩塩鉱は岩塩がボフニャで発見された後、12から13世紀の間に建設された。 岩塩の広さは長さにして4 5トル、深さにして4 6 8ルある。人の住まなくなった空間、縦坑、横坑は地下都市を形成している。それは現在観光客に公開されている。最も大きい保存された空間は保養地に転用されている。アフィシャルンストランキーミスタ・ケジアマーク。ケジアマーク SK2010 年3月1日時点の オリジナルよりアーカイブ。2010年2月8日閲覧。ありがとうございます。